3、2、1、100号!1月11日、1時15分。1時15分ね。うん。室温24度。湿度 29%。おはようございます。昼間、爆睡した量でございます。では、本日の天気予報に行きたいと思います。低気圧がたびたび発達。強い寒気流。太平洋側にも影響。雪の強まりに注意、警戒。寒くなるらしいです。11日は本州の南を低気圧が発達しながら北東へ進み、12日は冬型の気圧配置になるでしょう。強い寒気が流れ込み、大雪や暴風雨の恐れがあります。16日頃も北海道付近で低気圧が発達し、冬型の気圧配置になるでしょう。雪の降り方に注意、警戒が必要な日が続きます。11日、低気圧が発達、西から強い寒気が流入ってちょっと難しいね。九州の山沿いは大雪の恐れ。九州雪降んの?九州って雪降るんや。初めて知った。11日は本州の南岸の低気圧が発達しながら北東へ進むでしょう。夜には三陸沖に到達する見込みです。日本海側北部の低気圧は動きが遅いでしょう。日本付近には西から強い寒気が流れ込む見込みで、上空1500メートル付近でマイナス6度以下の寒気が朝には九州北部に、夜には東海付近まで流れ込むでしょう。すごいね。24時間で九州から東海まで風が行くって結構な規模でかいよね。うん。平地で雪の目安の寒気です。九州は雨が降り、雪が混じることがあるでしょう。北部の山沿いを中心に大雪になる恐れがあります。中国地方や四国から東海にかけ、雨や雪が降るでしょう。関東は雨が降る見込みです。ただ、北部では山沿いを中心に雪になり、平野でも雪が1センチ程度積もるところがあるでしょう。路面凍結に注意してください。東海や関東南部など大気の状態が非常に不安定になり、雷が鳴ることもある見込みです。雷雨の周辺では竜巻などの激しい突風が発生する恐れがあります。発達した積乱雲が近づく催しがあるときは、建物の中など安全な場所に移動してください。北陸や東北や雪や雨が降る見込みです。北海道も次第に雪が降り出し、吹雪くでしょう。吹雪く、これひらがな書いてあるんだけど、なんでなの。12日から14日頃、冬型の気圧配置、強い寒気、大雪、暴風雪の恐れ。12日は発達した低気圧は北海道付近に進む見込みです。14日頃にかけて日本付近は冬型の気圧配置になるでしょう。日本海側を中心に雪が降る見込みです。この期間、雪が強まることもあり、注意、警戒が必要です。12日は北海道の太平洋側でも低気圧の影響で雪が降り、降り方が強まるでしょう。湿った重い雪、電線に着雪すると停電が発生することありますので、懐中電灯の準備や携帯電話の充電などをしておくと良いでしょう。湿った重い雪、湿った重い雪ってすごいよね。
重たいんかな。まあタオルも乾いたタオルと湿ったタオルやったら重さ違うもんね。そういう意味なんやろか。14日から14日にかけて上空5500メートル付近でマイナス36度以下の寒気が北陸中付近を中心に流れ込む見込みです。すごいよね、上空5500メートルって分からへん。見えるんかな、見えるか見えないかも分からへんねんけど、どうなんやろ、どうやって測ったんやろね、ほんまにこういうのって。平地で大雪の目安の寒気です。特に北陸付近では雪雲が発達するでしょう。日本海寒大気団収束帯 JPCZ が、あ、これ漢字読めへん、なんとかし北陸付近にかかる可能性もあります。日本海海団気団収束団 JPCZ とはシベリア大陸から流れ込んだ冷たい風が朝鮮半島北部に位置する長白山脈によって一旦二分された後、火事霜である日本海で再び合流することによって収束端、雪雲が発達しやすいライン。すごいね、すごい規模やね、それはなかなかすごいよね。うん、シベリアから入った雪が中国で二つに分かれて日本海でくっつく、うん、合流地点合流地点そんなあるの、そんなあるの、僕ちょっと初めて聞いたから、うん、公民で習った、地理で習ったんかな、あんま覚えてないんやけど、うん、うん、すごいね、ちょっとびっくりした、びっくりした、うん、うん、どこまで、どこまで読んだっけな、どこまで読んだ。この発達した雪雲は次第に南へ下がり、山陰の平地でもかかることがあるでしょう。山陰でも大雪になることが考えられます。雪雲は太平洋側にも流れ込む見込みで、関東南部の平野でも雪が舞うことがあるかもしれません。12日から14日頃にかけて日本付近では季節風が強まります。これがいわゆるモンスーンよね。モンスーンはなんか覚えたこと、ああ聞いたことある、うん、北海道から北陸を中心に暴風が吹き、暴風雪の恐れもあります。猛吹雪や大雪により交通に影響を出る可能性があります。最新の気象情報を確認し、車の運転などは無理をしないでください。いやでも本当にそう、うんうん、少しの危ないと思ったら車を運転しない、うんうん、これが一番平和、うん、ねえ、だって後で後悔しかしないもん、うん、事故しても、うん、まあ、こういう時は僕仮病使っていいと思う、うん、まあ、雪が降るから通勤できませんと、ちょっと印象悪くなるかもしれんから、ちょっと体調悪いんで休ませていただきますみたいな、で僕はいいと思う、うん、だって怪我して何かね、病院とか入院とかするんやったら自宅待機するのが一番賢いで、うんうんうん、とりあえず上空5500メートル、どうやってそれを覚えたん、の状況を知り得たんか教えて、うん、またちょっと調べておきます。ありがとうございます。